ガブリエル・アグボンダ・ラホールは、イングランド・バーミンガム出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。ナイジェリア人の父親とスコットランド人の母親の国籍であり、ナイジェリア代表とスコットランド代表でプレーする資格を持つが出生地であるイングランド代表入りを選択した。ユース時代から持ち味である足の速さに注目が集まり、ワトホード FC とシェフィールド・ウェンズで FC に、 レンタル移籍2005から06シーズン、リザーブで11試合出場で13得点を記録する。トップチームでは2試合出場、無得点の成績を残して、急遽アストンビラに引き戻され、すぐさま第26節のエバートン戦で、プレミアリーグデビュー。同試合で初ゴールを決める。2006から07シーズン、新たに就任した監督マーティン・オニールによって、 本来のセンターフォワードではなく、右ウィングで起用される。不慣れなポジションながら着実に得点を重ね、プレミアリーグ上位4チームから得点を奪う活躍を見せた。オニール曰く、ウィングでの経験を重ねることで、センターフォワード乗り換えが深まったとのこと。2007年1月、冬のマーケットで、オリンピックリオンから、ヨンカリュー、ワトホード FC から、 アシュリー・ヤングが入団し三トップを形成。カルーが欠場の際はセンターフォワードとして出場し、シーズン通算10ゴールを記録した。2015から16シーズンはチームが降格したが、その夜に友人と二人の女性ファンとホテルの一室に入室し、飲酒と小気ガス仕でドンちゃん騒ぎをしていたをしていたことが報じられ、大きな批判を受けた。 2017から18シーズンをもって13年に渡ったアストンビラとの契約が満了となる。2019年3月27日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。ありがとうございます。